これは破損したサンルームのポリカーボネートの一部ですね。割れたんですね。フランテンも家計の上の方で欠損してますね。まあこれはやむを得ないですね。この霧の木がちょっと傾いたのがまずいですね。これはもう植木屋さんに来てもらって切断してもらうより他ないですね。割れてますね。アイスクリームバナナは中苗4本まだ持ちこたえていますね。止んでいた雨がまた降ってきましたね。フェイジョアが、まあ、倒れてますから、これもおそらく切断しないともうダメです。